イオンフードスタイル新松戸店は、千葉県松戸市新松戸3丁目にある大型商業、施設である。店番号は0350。ネットスーパー取扱店舗。新松戸駅から徒歩5分ほどの場所に位置している。地上4階建ての店舗で所有は三井住友、新宅銀行等。以前は、大英の完全子会社新松戸中央開発の所有。 2015年に1月に大英がイオングループの完全子会社化されて以降、イオンの方針でイオンやインフードスタイルバイダイエー及びインフードスタイルへの店舗ブランドの転換が進められる中、当店は千葉県内の店舗として唯一転換されておらず、イオン色の薄い店舗の一つであった。ただ、3階4階に設けられていた。 生活品や衣類品のフロアは2018年10月の大型改装で1階に縮小移動し専門店フロアに転換された。その後2019年8月30日のリニューアルオープンでインフードスタイルへと転換され38年に及ぶ大英ブランドデーの営業に幕を閉じることとなった。運営は大英が行っている。大英時代は一階化粧品、薬、 服飾雑貨、日用品、小型家電2回食料品、フードコート3回衣料品、書籍やシーネー4回子供用品、インテリア山田電気急佐藤無線の地、キャンドルンカルチャー遊戯場ラン,ダンランド出店、全店舗一覧は公式サイト、フロアガイドを参照。1981年の開業時より1階に、大英市会社が運営する、スケートリンク、新松戸アイスアリーナがあった。 フィギュアスケートコーチに、鈴木翔一郎、長久保博史、佐野実、武吉隆史等が在籍し、後に選手として活躍する、井上玲奈、川口優子、町田寺等がリンクに通っていた。また全日本フィギュアスケートジュニア選手権等の公式戦も行われていた。大英の経営難に伴い、2002年1月6日をもって閉鎖された。リンク閉鎖に伴い、 続きら一部のコーチは同じく大衛市会社、運営であった、オレンジワン線に移動した。跡地は1階の売り場が拡張されている。アイスアリーナが1階にあった、関係上、開業当初より、食品売り場が2階に配置されており、インフードスタイル転換後もその名残で2階に、食品売り場がある。開業から間もない1982年1月24日には、 当時ブームとなっていたガンプラを購入しようと当店に詰めかけていた小中学生250人が開店と同時にエスカレーターに殺到し将棋倒し事故が発生した。この統計は日経流通新聞及び日本経済新聞が調査して順位付けしたものである。新松戸店は開業当初から売り上げが良く常に上位に入る主力店。この記事は 以下のカテゴリでも参照できます新松戸アイスアリーナに関するカテゴリ。ありがとうございます。